最初の頃は記憶に残ってない、大変すぎて、結局24時間365日の営業なので気が休まらないというか、10年間やってましたけど誰にも勧めてません、はい、そしたらちょっとカバオルのお話にしていきたいなと思うんですけれども、10年前のお話になるんですが、カバオル加盟いただいた経緯というとどういったものがありましたか？スカパーでライオーズカバオルの紹介をされてたんです。今 YouTube にもその動画転がってますけど、それを見て、あ、こんな働き方があるんだと思って検索をして大吉に出会った。まあ、ダイオズさん調べても関東圏ですもんね。あわよくば関西にもあればと思って検索して見つけたので電話かけて説明を受けたかったんですけど、面談みたいな形ですぐ話が進んで、で数日で面談に行って、はい、ということはもう問い合わせて訪問したら説明どころかいきなりもうがっつり面談になっちゃったと。はい。その時どうでした？お話聞いてみて思ったこととかってありますか？和田社長と出会って、まあ、この人好きと思った正直なところ熱意ですかね、熱意かっこ圧なんかもしれないですけど人によって捉え方は正直ですけどで僕は和田社長と喋って、仕組みもその時点でよく分かりましたので、よくできた仕組みやなと思いましたし、まあ、それまでは二度とフランチャイズなんかしないというモチベーションやったんですけど、はい、これしてもいいかもしたいかも。ってことは最初の話聞いた時点で結構やろうかなっていう気になったって、はい、あと社長室に書いてた物心両面のっていうような文言とかも読んだ時にちょっとグッときた部分もあったので、はい、フランチャイズなのにそんなこと考えてくれるんだ、こっちのこと思ってくれるんだっていうのがもう感銘を受けた、ね、ありがとうございます。物心両面の幸福は清和塾で、まあ、私も入ってて、まあ、そこでも大事にされてる言葉で、僕も六甲で散々叫び倒したんで、まあ、一応その視聴者さん向けにご説明しておくと、六甲研修って、まあ、今はやってないんですけども、過去にですね山奥に私ども研修施設持ってまして、2泊3日だったり3泊4日だったりするんですけど、缶詰にされて毎日ね大きい声出して挨拶したり走り回ったりする研修ですね。昔ながらの自己啓発研修をやっておりました、はい、今はやってませんけどね、まあ、そこでひたすら叫ばされたと、はい、なるほど。実際じゃあ加盟してみて今いかがですか？まあ、先ほどからもカバオルとの比較っていうのは何度か口にはしていただいてるんですけど、これも個人の捉え方やと思うんですけど、僕はやっぱり入ってよかったなと考えてます。よく言われない営業不要とか売上保証とかもあるんですけど、それは皆さんよくおっしゃることなので、僕が感じてるのはお仲いがあったりとか会計が明瞭であったりとか本部との関係性、自己裁量権があるとか、その辺はもうすごく大きいなってありがたいなっていう。ありがとうございます。まあ、そのお話でいくとやっぱオーナー会みたいに横のオーナーさん同士のつながりがあるっていうところは結構魅力的ですか？僕はそう思います。フランチャイズオーナーが手を組むってことは本部にとってさほどメリットはない気はしてるんです。今のオーナー会はそういう形ではないですけど、下手をすりゃ労働組合みたいになりかねない、うんですし、コンビニの頃は僕はそういう活動しようと思ってちょっと働きかけたりしましたけど、すぐ潰れましたしっていう思い入れもあったので、僕はオーナー会があると和田社長に聞いた時にすごいですねって言いました。なったです。やっぱりその以前のコンビニだとオーナー同士のつながりとかってなかったんですかね？ないです。僕が若すぎるっていうのはあったかもしれないですけど。増田さん当時って何歳ぐらいですか？27歳で始めた。それは若いですね。確かにカバオル入ったのも37なんで、増田さんがカバオル入ったのが今の私の年齢の時ということですね横同士のつながりがなかったということなんですけど、それはそもそもそのオーナー会のような組織がなかったっていうだけなのか、はい、本部からそういうのはやめなさいよというふうになってたのかでいうとどうなんですか、ね、直接やめなさいとは言われてないですけど、そもそもそういうことを僕が言ってる時点で嫌な顔はされてました。本部さんとしてはあんまり関わってほしくないなっていうところだったんですね、はいはい、お邪魔します。営業不要売上保証のお掃除フランチャイズ大吉カバウルの加盟オーナー大募集中です。詳細は概要欄から。事業継続率ナンバーワンのフランチャイズがここにあります。実際じゃあ、まあそういった形でこう今横のつながりもありながらカバウル入ってよかったなとおっしゃっていただいてるんですけど、まあ以前と比べてしまうと少し違いはあると思うんですけど、今の売上とか利益ってどれぐらいになってます？はい、インターネット上で自分の利益を言うのはリスクでしかない気がするんですけど、あ、売上だけで言うとどれぐらいですかね？はい、今70万ぐらいだと思います。まあ、じゃあ利益に関しては一旦もうちょっとなしで、はい、もう売上で70万ということは僕はなんとなく分かるんですけど、利益もまあそれなりにありますよね。以前と比べるとお金だけで言うと、まあ、以前のコンビニの時と今のカバーオールで比べたらどっちがいいですか？それはこっちの方がいいですし、費やしてる時間とリターンで言えば全然今の方がいいですし、家族の時間とかプライベートの時間が
作れるので。お休みってどれぐらい取られてるんですかね。週1取ってます。まあそれ日曜日とかに。そうです。1日の稼働時間って大体どれぐらいですか。12時間ぐらいですかね。一般的にして長いかもしれないですけど、そもそも滋賀なんで移動時間が結構あるんです。はい、南部ルートをよくしてもそれぐらいかかっちゃうっていうことなんですね。はい、まあ、そこは大阪とかとは違うと思うんですけど、うんうん、都心部とかと比べるとそういう移動時間が変わってくるんで、はい、他のオーナーさんもおっしゃられてるのが本当人によって稼働時間は変わるっていうのはお伺いしているので、増田さんはその中でいうとちょっと移動に時間かかってるかなというところですよね。京都と滋賀とやってるんで物件は、うんうん、はい、あ、京都から滋賀への移動もありますもんね。僕もともと滋賀に10人ぐらいしかいない頃のメンバー、はい、仕事は基本京都で仕事やったので。そうですね、最近滋賀のオーナーさん増えてきて滋賀の物件も増えましたもんね。はい、今後その滋賀の方に完全シフトとかって考えられてるんですか。ないです。お客さんとの関係性があるので振られない限り手放さない。それがお客さん大事にされてるということですね。一番長いお客さんで何年ぐらいですか。10年。そしたらもう加盟歴イコールぐらいの。はい、すごいですね。解約とかって年間どれぐらいあります。はい、つい最近やったんですけど基本ほとんどなかったんで、今まで。そうなんですね。まあ、入れ替えはしてますよ。担当は変わってもらって。はい、もともと友人物件ばっかりでしたけど、うん、今僕ほぼマンションなんで、だからそういう入れ替えはしてますけど、キャンセル自体は今回大きかったんですけど、今までトータル10枚いってないんで。なるほど。じゃあ結構どのお客さんも続いてるような感じですね。はい、そこってやっぱり秘訣とかってあるんですか。長く受けてもらえる秘訣みたいなのがあれば。コツ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 コミュニケーション取ること自体は得意ではないんですけど、僕は、はい、お客さんに喜んでもらえるようにと思って。なるほど。僕は雇用危機とか苦手なので先回りしてって感じ。はい、こういうとこ気にしてそうだなっていうところを先回りで手を入れていって。そうです。じゃあ実際そのカバーオールこれから人におすすめするとすれば、どんな人におすすめしたいかとかってちょっとお伺いしていいですか。まず前面にコツコツできる人、あとまあ多席志向じゃない人かな。多席いいですね。自分にこう責任の矢印が向いてる人ってこと。はい、カバーオール自体がめっちゃ至れり尽くせりだと僕は感じてるので。ありがとうございます。甘えやすい、うん、自営業なんで結局は自己責任であろうと僕は考えるので、本部に甘えないって言ったらおかしいですけど、甘えすぎないように上手にカバーオールっていう仕組みを使ってやっていけばいいかなと。なるほど、ありがとうございます。オーナーである前に一個人事業主として、まあ、しっかり責任持ってやることが大事だよというところですかね。はい、そう感じてます。ということでですね、今回はフランチャイズオーナーの増田さんにご登場いただきました。増田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回のですね、対談見ていただいてよかったなと思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。こちらの動画ですね、これからもこういった対談なんかも含めてですね、どんどん更新していきたいと思いますんで、何か気になることなんかありましたらですね、ぜひコメント欄にも記載をお願いいたします。ということで、ゴリピーでした。ありがとうございました。